那么我们这个时间我们请林牛先生来听我们的话语，我们一起来欢迎他好不好？皆さんこんにちは。こんにちは。中国語を話すことができませんので、日本語で、話させていただきますことをお許しください。ご紹介をいただきましたヨドバシ教会の峰野と申します。神様の不思議なご説明のうちに、今ここでご司会をしてくださりました田中先生は、震災が起こりまして1ヶ月ぐらいした時に、先生の方からコンタクトがありまして、被災地に行きたいんだけれども、アガペ CGN が支援活動を展開しました。ところが初めは塩釜というところを中心に、仙台の少し東側ですね。しかしながらいろいろ調べたり情報を収集していますと、大槌というところがこの北の方から来ても非常にたどり着きにくい、南の方から登っていっても非常に奥まっていてたどり着き、西側は高い山で覆われている、そうした孤立した町でした。そこは町役場ももろともそこで流されて、役人の大半の人たちが波に飲み込まれた、そういうような町のほとんどが失われたというところですが、そこを私たちは中心に支援しようというふうに最後には絞り込みまして、約3週間のうち以降は他のところも回りましたけれども、そこを中心に支援活動をいたしました。先に申しましたようにアガペ CGN という団体を作りました。私はワールドビジョンジャパンの長い間総裁をし、今も名誉会長ですから、ワールドビジョンジャパンも活動に出たわけですけれども、ワールドビジョンなどは大きなですね、行政とタイアップしながら支援活動をします。しばしばしかしそういうところから漏れてしまうところが起きてくるんですね。私はそういう働きを海外でしておりました。例えば台湾の地震の時にも4日前時には私現地に急行して支援活動をいたしましたが、そういうようなことで、必ずどこか置き忘れたような地域や人々がいるということを知っていましたから、そこを見つけて支援活動を始めたのが大槌というところを特化してしたのですね。このアガピー CGN と CGN TV というのがありますが、CGN TV と私はまた深い関わりがありますから、クルーを連れて現地取材を兼ねながら行ったということで、タイアップしたことも無関係ではありませんけれども、そうではなくて私がワールドビジョンの長い間責任者であったということを知った世界の各地の人がワールドビジョンにも言及を寄せてくれましたが、私のところに直接お送りくださった方々が諸外国からあったんです。中国台湾も含めて韓国も含めて、それですからこのクリスチャングローバルネットワークというそういう団体を作りまして、 CGN ということで支援活動をさせていただきました。小回りの利く地元の並びに地元教会に根ざした支援活動を作ったと。ちょっとその初期からのことについて、この映像で見ていただきますが、とてもとてもたくさんありますから、みんなお見せするわけにはいきませんけれども。
ども、はじめは当然ながら緊急物資の支援です、また物資の中には電気が長い間つきませんし、水はありませんし、食料はもちろん着るものも何もかもですけども、それからガソリンなんかも全くなくなってしまって調達ができませんでしたから、もう現地に必要とするものは医薬品も含めて何でも調達をいたしまして、国内そして順次海外からも支援をいただきまして、現地に送り届けました。これはもう見渡す限りどこにもならないほど何もかもがなくなってしまい、船までが陸の中に大きな船がこの流されてきているというのが、そういうというようなところですね、訪ねて支援を続けました。もう哀れなようにこんなふうになってしまっておりました。これはここまで水が来たんだよというシーンがありますと、スタッフがこう言ってるんですが、あれは仙台の近くでした、私どもの教会でそれを立て上げて第1号の陣営が出るときに、教会で全員で祈祷会を持ちまして、多くの人が参加し、そこからこれを運び出して、送り出されながら現地支援をしたのですが、ランダムでいろんな映像が出てきますが、これは皆さんが避難をしておりますところの、そういう体育館を訪ねたり、とにかくいろんなところを訪ねました。道も全くなくてですね、このように瓦礫ので閉ざされているところを自衛隊が除去していましたが、そういう中を私たちも瓦礫の中を越えて、支援活動をいたしました。そうすると瓦礫の中の向こうの方に孤立しているまた村があったりいたしまして、そこに行きましたらば、もう涙ながら皆さんが喜んでですね、迎えてくれまして、そしてお助けをしたりいたしました。私たちがその道なき道を探しながら行くんですけども、夜になって帰ろうと思ったらですね、そこのところが海の水が潮が満ちてくると、そこが地盤が下がって出たためにですね、冠水して我々は帰れなくなるようなこともあったりをいたしました。その中をこうやって抜けて支援をいたしました。これは峯岸先生という、皆さんが映像で見たかもしれませんが、ちょっとそれ止めておいていただいて、十字架がそのね、皆流された中で十字架だけが残っている映像、新聞にもデカデカと出ておりましたが、これはこの峯岸先生という方のシーサイドチャペルという、本当に海の際に、何でしたっけ、気仙沼第一番、あ、そうか、気仙沼大臣もね、バッと、そのところですね、教会を建ててそんなに建たなかった時、海が近いためにものとも流されて、剣道祝いの看板が残ったりしてですね、跡形もなく教会がなくなってしまった、そんな教会です。これはまた皆さん報道でお気になったかもしれませんが、イスラエルの医療チーム、軍隊の医療班ですけども、それが日本にいち早くやってきてくれました。そして南三陸で、彼らはプレハブの病院を作って、仮設の病院を作って救援活動をしてくれたんですが、その時私たちもドッキングして、そしてイスラエルのお手伝いをさせていただいたりもいたしました。そんなことを言っていると時間がないほどたくさんの映像もありますので、そのぐらいにしておきますけども、初期活動はそういう物資の緊急支援でしたが、人々が何と言ってもその恐怖、また家族を失った悲しみ等々で、本当に大きな心に深い痛手を負っていました。物では癒せない、
ものでは満たせない。そういう意味において私たちはできるだけ現地の中に密着し、彼らと共に泣き、彼らと共に食し、一緒に寝ながらですね、それの人たちの心を心とさせていただくように、御用聞きのようになってね、何かこちらの当てがい口で送るんではなくて、何が今必要ですか、次は何が欲しいですか、今度何が持ってきましょうかというふうにして、御用聞きのようにしながら、お助けをするうちにすっかり家族のようになって、私たちのようなものが遠くから訪ねてきてくれるということで、彼らはですね、物にも勝る自分たちの中で身内を見たような、そういう親近感を持って、共に人がおるという、心を寄せ合い愛を分かち合う、そしてまだ余震があったりする中で、私たちはそこになおもとどまり続けるような中で、信頼関係が生まれてきた中で、人間と人間の心が通うことによって癒すことができる素晴らしい道がある。私たちはキリスト教徒ですけれども、そこで伝道する人たちもいますけれども、それは他の宗教もやりますから、人の弱みにつけ込んで、そしてね、信仰を そこでもって、植え付けようとしているというんで、これは彼らにとってはとっても、怒りの種になり、それはかえって宣教の妨げになるという現実も見せられる中で、私たちはただ祈り、そしてキリスト様の愛を持って寄り添い、彼らの必要に応えていくということで、しかもそれを一度二度でなくてずっと続けようということで、今日まで毎月一度、当初は同時に何部隊かを出し、そして1週間おきに毎週出ていくというような道で支援をしてまいりましたけれども、今日もそういうことが続いて、私たちが参りますと、本当にですね、みんながだんだん来なくなり、あの時は皆来てくれたけども忘れられていくんだということを彼らは思い見て、ものすごく寂しく思うんですね。何も退去してたくさんの物資を持っていく必要はないんですね。覚えていますよと一軒一軒巡りながら、そしてお声掛けしながら一緒に、そして小さな畑を一緒に耕したりしたり、井戸掘りをしたりとかね、いろいろなことをしながら一緒にする中で、彼らに対して結局は彼らはこういうようになりました。みんなが来てくれなくなる、そういう流れの中でアガペイさんは来てくれるとかね、エスさんは、イエス様のことですね、エスさんは来てくれると言って、彼の方からですね、心を開いて洗礼を受ける人たち、求道する人たちが逆にですね怒ってくるほど、神様はそこに働いてくださっています。3年を過ぎて4年目を迎えた時、いよいよ必要なのはそういう彼らと共に心を通わせる、そういうぬくみで、そこでもってキリスト様の愛をそこでもって分かち合っていく。これはどんな大説教にも勝り、どんな私たちの福音宣教にまさに、これが彼らにとって大きな主イエス様に立ち返る、それは門を開くことになるんだということを、私たちはこの3年間で強く体験しながら、ぜひ皆様方もそういうお心を持って、どうか今からでも彼らのところに、そして心語って差し上げることができるといいと思います。まあ、これはちょっと面白いです。これはですね、まあ、何もかも流されてしまったんですが、これガソリンスタンドです、大手のガソリンスタンドです。流されちゃったんですね。けどそのオーナーさんはね、そこでもってね、中にある水抜きしたところのタンク、そこに、また、この給油所から
ガソリンを運んでもらって、そしてガソリンがないですから、それを地元の車にですね、ガソリンを供給する仕事を始められたんですよ。そこも私たちはいつも行ってですね、お分けましたんです。電気がないでしょ。そしてですから、あのビーってやると自動的にやるなんて、そんなことできない。これは手押しのポンプなんです。で、その手押しでなくて、これ自転車のようになって、自転車のように漕ぐんです。そうするとですね、ガソリンが上がってきてね、そして供給するんです。まあ、私たちの車もそこで供給して、やがて、1年、最初の年の半ばぐらいからは、皆さんの心のために何とかというんで、特にクリスチャンのミュージシャンの方々、皆さんのご関係の方々、そういう方々をお連れしたりしながらですね、この学校や仮設や、あるいはさっきのガソリンスタンドのところでもね、この下にですね、しながら、みんな子どもたちが喜んでくれました。そしてまたこんな給食場を作ってですね、いろいろ行列をして皆さんが召し上がってもくださいました。ここで亡くなられた方の多いところで、あなたを捧げて、お祈りを捧げたり、させていただきながら、私たちの皆さんからお預かりした状態を大切にしながら支援活動をして今日まで行っているのですが、まあ、キリがありませんので、それぐらいにいたしましょう。何か紹介したいものがいっぱいあるかもしれませんけれども、さて、まあ、そういうような中でですね、その陸前高田キリスト教会という80歳の老夫ご夫妻の牧師先生がおられる、ベテルミッションの教会なんですが、これは本当にですね、奇跡の教会、少し高台にあるんですね。まあ、下から見ると30メートルぐらい高いところなんですけども、教会の玄関口まで波が来たんですね。そしてまた家が潰されて瓦礫がガーッと来て、教会まで来るかと思って、その牧師たちは、後ろは山なんで逃げられないんですよ。それで奥さんと二人でですね、揺れ動く血に立ちながら、教会のこの柱にすがりながら祈ってた時、教会の玄関のところまで水が来て、それで引いてったっていうんで助けられた方です。気仙沼作業第一バプテスト教会は全部流されましたね。しかし先生方は本当に九死に一生を得ることができました。宮城聖書教会、これはこの、仙台の塩釜のさらに先にあります、ところにある教会なんですけども、そこは取り残されて、先生ご夫妻は屋根に登ってですね、救援を4日間待たれて、叫べどもも誰も来てくれないと、そういう中でですね、とうとうこの奥さんが、棒の蓋先に、布をつけて振ったらいいでしょうって言うんで、振ってたらば空から来たヘリコプターで自衛隊の方に見つけていただいて、その連絡を受けたところの救命ボートが来て救出されたというね、教会です。この内藤先生という方のイエス福音教会のシーサイドチャペルも、これも全会流出しました。それからもう一つ、これは津波じゃありませんけど、皆さんよくご存知の佐藤先生の福島の教会は、あの原発の近くでしたから、それを置いて、先生方は長い間流浪の旅をしなければなりませんでした。まあ、だいぶ大きな被害を受けた教会というのは、この全地区の中でこの5教会だったでしょうかね。ちなみに岩手県、宮城県、福島県の中にはプロテスタント教会が335あるんです。しかしこの海岸部はほとん
と教会がないと、そういう中で、本当に先生方はどなたもお亡くなりにならずに、そのように波に飲まれるような目にあっても助けられて、先生方が守られたということも、これも神様の深い恵みだったと思います。まあ、そんなことを覚えるときですね、地震だけでも大きかったのあの津波、そしてその上にこの原発というね、ですね、今や一番これが大きな過去を残す問題になって今日に至っていますね。その避難民たるや、おびただしい人々が一番一軒からその他のところに、身を置かなければならない。まさに、戦争はないにもかかわらず、内戦はないにもかかわらず、難民がこんなに出ているということで、本当に痛みに思います。なんとかそれらの方々に一日も早くトラウマが除かれて、そして楽しい夢を見ていただきながら、かつてにはなかったというような何か新創造の新しい彼らの心安らかに過ごせる、そういう土地と住まいと生活がですね、早く実現されるように、私たちはみんなで祈り、行政をも突き動かしながら進んでいきたいと思います。大槌ということを申し上げましたが、大槌は本当にですね、一番復興が遅れたんです。なんと町長さんはじめみんな亡くなっちゃったわけですから、町の行政が行わなくなったんですね。他は行政が一生懸命国家に嘆願されたけど、ここはできなかったんです。そのことを知りましたんで、アガペ CGN なんかはそういうことが言うと、そんな小さい段階ですから何もできませんが、私はワールドビジョンと今度は関連、もう一つ国際開発救援財団という外務省絡みの団体の私は副委員長でもありますので、その2つを動かしまして、大津市の町長と、そして新しく、1年半ぐらいして町長が選べることができてですね、その町長さんと協力して大津市をして、漁港が全部壊滅されて、船も網もみんななくなったんですね。そこに新しい船を送り、そして漁場の瓦礫を除いて、そして定置網を据えてですね、漁業を回復するお手伝いをさせていただいてですね、今この高発だったお寿司がなんか今先発のようにですね、復興が先に進んでるんですね。まあ、そういう上に彼らはノンクリスチャンたちではありましたけれども、ワールドビジョンにしろ、国際開発救援団体にしろ、これも政府絡みではありますけれども、実はキリスト教主義の団体でして、まあ、そういうことで皆がキリストさん、キリストさんと言ってくださるようになっていることを思うとき、キリストにある愛と祈りとその実践がどんなにか、こういう場面で大きな役割を果たすことができるかということを思う次第です。いろいろなんか、自己宣伝しているようなことに相なったかもしれませんが、そうではなくて、こういうふうにして、皆さんの祈りが実を結んでるんだということを知って、今後もそれぞれがいろんなチャンネルを通してご支援していただきたいし、今自殺者が増えています。希望はないんです。そして新たなるところのいろんな問題も起こってきています。それは格差が起きているんですね。支援が厚くいくところといかないところとかね、さまざまな格差が起こり、そういう中でもっておじいちゃんたちはもういいよ、俺たちはここに住むよって福島なんかで言うわけです。家族はとてもじゃない、すまない、生まれてくる子供、このちっちゃい子が大変だというんですね。みんな
家族は他に行ってしまって、よしそして笠倉に年取ったし俺たちここで死ぬって言ったらしい。そういう家族の間の分断が起こった、そしてですね、さらには対立さえ起こってですね、津波の被害の人たちには熱いが、原発の方には薄いとか、逆に原発の方ばかり皆が行ってしまって我々のところは遅れているとかってですね、今までなそういうことで、何もなかったところの建設するところの人たちの中にそういう何か確執が起きたりで、いろいろありながらですね、私たちは3年経ったからいいだろう、東京ではこのことで噴火してしまうかもしれない、今こそ熱い祈りを皆さんが捧げるとともに覚えて、進めていただきたいものだと、こんなふうに思っています。さて、先ほど申しましたように、私はこういうことを思いながら、皆さんも思いになったと思いますけども、津波、地震、原発事故は人災ですけど、天災や人災云々はいいけれども、やがては世の終わりが到来する。マタイの福音書の24章にこんな言葉がありますね。ちょっとそのところを申しましょう。世の終わりの時には何がありますかというようにですね、弟子たちがイエス様に尋ねましたときに、イエス様がこうお答えになりました。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がメシアだと言って多くの人を惑わすだろう。戦争の騒ぎや戦争の噂を聞くだろうが、慌てないように気をつけなさい。そういうことは起こると決まっているが、また世のまだ世の終わりではない。民は民に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉や地震が起こる。しかしこれらはすべて生みの苦しみの始まりである。その時あなた方は苦しみを受け殺される。また私の名のためにあなた方はあらゆる民に憎まれる。その時多くの人がつまずき、互いに裏切り憎み合うようになる。偽預言者も大勢現れ、多くの人を惑わす。不法がはびこるので多くの人の愛が消える。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。そして御国のこの福音はあらゆる民への証として全世界に述べ伝えられる。それから終わりが来るとイエス様が語られたんですね。今考えていますと、世の終わりの前にこういう兆候が顕著になるよとイエス様がおっしゃられたことの一つ一つが今起こっておりますね。日本においてもそうです。韓国においても中国においても、今や偽預言者や偽キリスト、異端がはびこってきていますね。終わりの時代の印だと思います。戦争の騒ぎや戦争の噂を聞く。あちらにこちらに内戦があり、紛争があり、ああ今ウクライナのことが一番目新しい悲しい出来事ですけども、こういうことがこの周り地球の上で、ここがちょっと収まったかと思うと、こちらでまた火を吹いているということでね、もぐら叩きのように、世の終わりだな、近いんだな。民は民に、国は国に敵対で立ち上がるという。そしてイエス様は飢饉や地震が起こる。なんというこの驚くべき天災異変でしょう。世界今もう異常気象、人間が犯してしまった過ちのためにあちらにこちらに干ばつが起こり、またこの温暖化が加速せられてですね、今年ねイギリスはねものすごい大雨だったんです。カナダもものすごい大雪だったそうですね。日本も
そういう店は東京にもありますけど、こんなのは序の口です。フィリピンのあの台風、まあ数えてみたらば日替わりメニューのようにこのような天災異変が各地に起こる、世の終わりの兆候だ。何よりも親子兄弟が憎しみ合い愛し合ってしかるべき夫婦であるものが長続きしないで、夫婦が亀裂し分裂し、親子がそこでもって本当に分断され、家庭が崩壊し、不法がはびこり、そして愛が冷える、人間関係がつながらなくなっていく、これはもう日本社会おびただしいですね。皆さんこういうのを思われて、大地震が来るのが怖い、大津波が東京湾にまた来るかもしれない、怖い、それも怖い、原発がまたどっかが爆発するかもしれない、怖いかもしれない、そういうことを含めて人間がここまで神様の御心から離れたために、世の終わりを加速させてしまっている。今ビル・グラム先生のためにお祈りください。先生は今昨年のクリスマスの頃にはもう会わないという知らせを私にいただいたぐらいで祈っておりました。年を超えて少しお元気になった。ビリグラム先生がですね、この書いた小説は、ね、今夜中の12時59分50秒だというね。それは何かというと、もし夜中の0時というものが世の終わりということを意味するとならば、全人類はこのまま行くならば神の裁きの股で滅ぼされてしまわなければならない。地球も崩壊し、天地宇宙が崩れ落ちていく、そして神を信じない民はことごとく永遠に滅ぼされなければならないという、その0時直前だというんですよね。週末です。愛する皆さんを信じる私たちもイエス様を信じているからということで安閑としてはいられない。裁きは神の家からとイエス様はおっしゃいました。信じない人もさることながら、信じているならばどうして、信じていない人だってさえこんな真面目な生活しているのに、信じている者がなんで神様の皆を汚すようないい加減な生活をしているのか。清くなければ誰も神を見ることができない。清い人は幸いだ、清い人は天国を見ると。クリスチャンであるということだから救われるというふうに思ってはいけませんね。どういうクリスチャンか、聖霊様により満たされた清められた日々の生活をするクリスチャンでなければ、最後の審判が来た時は世の不信者の未信者の人たちよりも先に裁きは神の家から始まる。忘れてはいけませんよ。ご利益信仰のような、イエス様信じたら病気をしない、イエス様信じたら儲かる、だから一生懸命祈ろう、いいえ、清くなければその人はアウトなんです。それは世の中の偶像を信じている人たちとずっとも変わらない、自分のためにだけ利益を求めている。そしてアガペーという私たちは名前をいただいてますが、本当にアガペーとは相手のために、しかも自らに敵対し不利益を与える相手のためにさえ、あえて自己犠牲を喜んで感謝して、その相手のために捧げ仕えていく、しかも何も見返りも期待しない、心と生活というほど私たちの愛は純粋でなければなりません。イエス様の愛がそうでした。神様の愛がそうでした。神様に背いた罪人である私たちのために
私たちを作られた神様はなおも罪深い私たちを救うために、それをただ罪の呪いを除くためにはイエス様御子を送らなければならなくなって、御子を惜しまずさえ私たち敵対する神への反逆者である人間のためにアガペイしてくださったイエス様、神様、そしてイエス様は私たちのために父を彼らを許したまえと天国王の座を後にして地獄に行った者をさえ救い上げるために、イエス様はご自身黄泉にまで、地獄にまで葬られて下ることにまで愛のゆえにご自身を与えてくださった、このイエス様の愛を知っている私たちクリスト者が自己中心であって、それでもって清いものだと言えるとしたら、それはナンセンスですね。どうぞ清くあらせていただきましょう。この御言葉を最後に読んで、テサロニケの手紙というのは再臨の光の強い手紙だと言われていますが、そのテサロニケの手紙の中でこう言われています。4章のところ3節、実に神の御心はあなた方が聖なるものとなることです。すなわち、みだらな行いを避け、おのおの汚れのない心と尊敬の根を持って生活しなさいと書いて、7節には、神が私たちを招かれたのは汚れた生き方ではなく聖なる清い生活をするんだと書いてますね。ペテロの手紙、これも再臨の光の強い手紙と言われています。あの迫害の時代に書かれた、もう再臨ではないかと思うような中で民を励ますために書かれた、この再臨に備える手紙のところで、ペテロは11章の13節で、だからいつでも心を引き締め身を慎んで、イエス・キリストが現れるとき、再臨のとき、世の終わりのときに与えられる恵みをひたすら待ち望みなさい。無知であった頃の欲望に引きずられることなく、従順な子となり、召し出してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身も生活のすべての面で聖なるもの、清いものになりなさい。なぜならば、あなた方は聖なるものとなり、私は聖なるものだからであると書かれているからと書いていますね。清い、清さということを大切にして信仰生活を歩んでいきましょう。何か行いが立派だということでは、行いが立派でも心の中にやましい思いを持って立派な技をするけども、自分がそうすることによって人から評価されて、次には選挙で当選するようにというんで事前授業をする政治家のような偽善の心になってはいけない。心を見られて、その動機が清く、そしてこのようにしていざという時には喜んで、私たちは犠牲を犠牲と思わずに、悩み苦しみ助けをする人のために、私たちの信仰を彼らに伝えるということよりも、私たちのキリストの愛と清き心を持って使えることによって、彼らをして本当の主の前に招きをするために、どうぞ出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えるとともに、清い心と生活を持って証しをするクリスチャンになっていきましょう。お祈りをします。天のお父様、こうして皆さんと共に良い時を与えていただき、神様、やがての再臨の主の前に、世の裁きにも耐える信仰、それが清き信仰であることを覚えながら、私たちはその心を持って、どうか
地震災害すべてのことに対してもどうぞ備えていくことができますよ。命を失っても人を助けることができるような私たち愛の心に私たちを満たしてください。尊いイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。長いお話しました。谢谢老师，我们分享信息。